口笛、指笛、はいはいはい、来ると思いました。民謡のライブが島唄ライブを聞きながらご飯できるところとかもあって、あのお客さんの中でもさ、まあ、観光客もいれば多分地元民というかいつもの人たちみたいな、そういう人たちがさ、やっぱりそのライブなんか盛り上げ上手のお客さんっているじゃん。なんまるで仕込みのようなさ、もう多分いつものそのノリとかテンションとか分かってるようなお客さんとかがすごい引っ張っててくれる感じでいるんだけどさ、隣に座ってた家族、ファミリーのお父さんみたいな人がめちゃくちゃそのお祭りリーダーみたいなタイプの人が座っててさ、もうめっちゃ指笛かすごいの、こうピューイピューイピューイってやってるんよ。で、うわ、指笛できるようになってみたいと思ってさ、その日こうお宿に帰ってさ、めっちゃ動画見て、 YouTube のさ動画で指笛鳴らし方とかさ、めっちゃ動画見てやったんだけど全然出なかった、全然できないなんかね、いっぱいなんか指の入れ方があったんだけど、人差し指をこう曲げてふわーって指を入れるタイプとか、2本人差し指中指を両手こう三角形中指同士こうピッてくっつけて口入れるとかってやってみたんだけど、やってみていい？全然もう全然出ないんだけど、だよね、全然できないあれ足見おるやんけやば、変なとこ見られたって指笛できなくて変なとこ見られたってちょっとモデレーターつけとこ、スパナつけちゃおう、ピコーンつけちゃった。いやね、口笛はできるんよ。でも指笛と全然なんか音圧が全然違う。うん。全然違うの、もうなんか。